アメリカ合衆国ニューメキシコ州アルバカーキ出身のロックバンド。透明で教襲を思い起こさせるボーカルと複雑に変遷する流霊な旋律、深い楽天素養から引き出される音の無常さを有し、インディーズレーベル所属のロックバンドでありながら、米国、カナダ、英国、豪州など各国で異例の評価を得ている。代表曲に映画ガーデンステートでも取り上げられた。 ニュースラングや、ソセーズアイファントムリムなどがある。ライブで演奏するバンドローファイバンドフレイクミュージックを母体とし、同バンド解散後、ザシンズ名義で7インチシングルを2作品発表、その後モデストマウスとツアーを行い、その中途、ニルバーナ、マッドハニーラグランジバンドを輩出したことで有名な、サブポップレーベルと契約する。2001年、最初のアルバム、お、oh! インバーテッド・ワールドを発表。オレゴン州ポートランドに活動拠点を移した後、2003年、2作目、シューツ・トゥ・ナローを発表。本国アメリカで非常に高い評価を受ける。2007年、3作目のアルバム、ウィンシング・ザ・ナイト・アウェレを発表。米国での発売週の売り上げは11万8000枚。これにより、ビルボードチャート第2位を獲得する。さらに、 世界各国でもヒットとなり、本国アメリカはもちろん世界各国における評価を確立する。7月にはフジロックに出演しホワイトステージを沸かせた。さらに11月には単独での来日公演も果たす。2008年6月20日にデビューから所属していたレーベルサブポップを離れ、自主レーベルのもで活動していくことを発表する。2009年、 ボーカルのジェームズ・マーサーは、ナールズ・バークレイのデンジャーマウスこと、ブライアン・バートンと共にブロークンベルズを結成した。2012年、フィフスアルバム、ポート・オブ・モローを発表。2017年、シックスアルバム、ハート・アームズを発表。2018年、セブンスアルバム、ザ・ワーム・エス・ハートを発表。2001年にザック・ブラフの映画、 ガーデンステートに楽曲を提供する。彼らの楽曲が収録された同映画のサウンドトラックアルバムは2004年のグラミー賞において最優秀サウンドトラックアルバムベストコンピレーションサウンドトラックアルバム4エーモーションピクチャーテレビジョンをアーザービジュアルメディアを受賞。またアルバムウィンシングザ・ナイト・アウェイは2008年のグラミー賞で最優秀。 オルタナティブアルバム、ベストオルターナティブミュージックアルバムにノミネートされた。ボーカルのジェームズ・マーサー。ありがとうございます。